どうも、おりの晩酌です。こんばんは。えー、ただいま帰宅いたしまして、えー、私、新幹線の中で、えー、第7線をね、ちょっと見届けましたけども、ちょっとまあ、まだ正直ね、この、立ち直れていないですね、これは。う もうちょっとテレビを見るのが正直嫌です。ね、うんテレビつけちゃうとね、どうしてもこうね、うん、半身半身になっちゃうもんね。うん。いやー悔しいね。うん。いやーオリックスもね、よく第7戦までね、持ち込んだんだけどね。うん。 強いですよ阪神はええー、まあ特にね12番だよねうんまあ特に近本だよねいやーどんだけ打つのよあのとこねほんとややこしいねあれうん下位打線がねル出たらその近本でしょ もう、で、大山とかに回ってくるでしょで、森下が調子いいでしょもうたまりませんね、これはね。うん。やっぱさ、阪神打線っていうのは、ずっと同じメンバーでやってきてるから、なんちゅうんだろうね、その、うん、まあ、オリックスがそうじゃないっていうわけではないんだけども、 選手一人一人がね、こう、もう自分が調子悪くてももう変えてもらえないからね、逆に上は。自分が打つようになるしかないからね。うーん。なんかその分、なんか個々がなんか強い気がしますよね、なんか。うん。まあ、オリックスはね、この臨機応変なね、うーん調子いい人を使うから、うーん。 それはそれで強みはあると思うんですけどもね。うん。こういう短期決戦になった時にね、なんかこの、個々のね、うーん。追い込まれた時の強さみたいなのはね、やっぱ阪神のその固定打線の方があるのかもしれませんよね、もしかしたら。うーん。なんかね。 いやもちろんね、これでずっとオリックスは。まあでも、ね、初年度か。初年度っちゃ優勝した時なんかは、オリックスはね、服、胸、マサすぎでね、固定してましたもんね。あえー、うん最後のはちょっとあれかうん。崩してたかもしれないけどねうん。オリックスも来年はあれだね。ちょっと1、2番固定。これはちょっと目標にしたいね。 うんその日替わり出せもいいんだけどね。うん。結果、まあ結果だけ見たら今日は福田がね、一番に座ってたらとかね。うん。まあ、思っちゃってももう遅いんだけども。うん。なんかね、悔しいなえっとねー、あのー、 新幹線の中でピンク色のねこのキュ,キュンですって書いたねあのバファローズタオルをねちょっと握りしめてたんですけどもねうーん思い届かずうーん、岐阜から東京をこう逆方向に向かってたからねこう、大阪方面とこう逆に向かってたからねまあちょっと届けづらかったっちうのはあるかもしれません。 一応ねその最後尾のねうん後ろに近い方の号車に乗ってたとは思うんですけどもああ悔しいねああまあでもまあすいませんちょっと遅くなりましたけどとりあえずね、えー、まずは、えー、阪神タイガースさんえー、日本一おめでとうございます いやー強かったです。参りましたっていうね、感じですけども。うーん。まあ、最後、トングがね、いじみしてくれたんだけど。いやーこれでまた、ね、ルーキーなんでしょう森下くんが。恐ろしいですね、ほんと。うーん、これで森下くんがね、その、ルーキー、若さゆえの荒さみたいなのがね、 亡くなってきたらもうすごいことになりますわね。若いチームだから。うん。まあ、オリックスもね、若いんですけども。まだまだね、こう、あ、そうだ。吉信さんがね、えー、ポスティングでアメリカを目指しますっていう、MLB を目指しますというね、えー、発表がなされましたね。 まあ知ってたんだけどもね、うん。まあそうだろうということなんですけども。いや、もう最後にね、第6戦に、いや、見してくれたからね、吉信が。うん、この日本シリーズのね、オリックスのもしかしたら最大のね、見せ場やったかもしれませんね。吉信の第6戦の力投ね。忘れませんよ、138球。ね、うん、14奪三振。 いやよくね、オリックスを、こんな黄金、オリックスにこんな黄金時代をもたらしていただいて、もうありがとうございますってね。うん。本当に、本当にありがとうございます。もう頑張ってください。もうね、応援します。もう心から。うん。正隆さんもね、言ったし。ねだからアメリカで、正隆 VS。 吉野のなんていうのも見れるってことだよね。きっとね。はたまた、あれレッドソックスに入ってもらって、ねレッドソックスのエースと4番っていうのもまたいいよね。うーんまあまあ、夢は膨らみますけども。ね。うーん。まあでもね、ちょっと借りはできましたよ。来年のね。 うーん取り戻しにいきましょう日本一のねフラッグをうん悪しい悔しいねうんことごとく系統はまりませんでしたね今シリーズはねうーん逆に去年はね中島ジックの系統でもぎ取った試合っていうのはあったと思うんだけども 今年は、ちょっと、系統策がはまりませんでしたね。うーん、難しいよね、野球っていうのはね。うー、んうん。まあね、まずはね、だから、まあね、トング、ね、そしてまあ、森、森友屋、紅林。この辺は多分もうね、きっと、 来年もね、ある程度固定でいけると思うんでねうーん、まあ、この3人を中心にねうーん、あとは12番ですよねうーんほんとやっぱり12番って大事だね打席が回ってくるからほんとにもうまた近本やんってなるもんねやっぱ12番1番にあんなんおったらうーん、そゃ MVP ですわあらね まあだからちょっとね、ねオリックスも、一、二番固定を目指しましょうよ。うん。もうちょっと来年のね、こと言うても、もう早いは早いですけども。まあ、ほんと、でも、最後までね、この、7000枚目まで、こう、楽しませてくれたっていうのは、もう、これ、ほんとに感謝ですね。うーん。ありがとうございますっていうね。うーん。すごい。 すごいよ。うんいや,やっぱオリ,オリックスの日本シリーズって結構ドラマチックだよね、まあ。まあ今回は負けちゃったんだけども去年も結構ドラマチックな日本一の仕方ですよね。うーんだからもうねもうありがたいんですけどもねこんな幸せなことなんですけどもやっぱね悔しいは悔しいでよ。うーん もうね、とりあえずテレビはつけません明日までをねうん明後日ぐらいになったらあでもまだ見ることになるかなうん3日ぐらいは見ない方がいいですかテレビはうんちょっと思い出しちゃうもんねうん悔しい、うん、まあでもまあ楽しかったですね楽しい一年でしたね 選手の皆さん、ほんとお疲れ様でした。ありがとうございます。ほんと素敵なシーズンをありがとうございました。ということで、えー、おりの晩酌でした。えー、また来年、来年、まあ、どっかでね、キャンプ、キャンプとか行けたらね、うん、また動画上げたいと思います。うん、というわけで、おりの晩酌でした。さよなら、バイバイ。